ニューヨークタイムズが選ぶ2023年訪れるべき都市、ロンドンに次ぐ世界第2位の盛岡市からやってまいりました、よさこいチームセキレです。いや、私たちが愛してやまない岩手盛岡の魅力がとうとう全世界に広がったと、とても嬉しいニュースでした。本当にね、岩手盛岡、四季のそれぞれの美しさがあって、そして川の流れも豊かで、食べ物も美味しくて、何よりもおもてなしの心が岩手の人はですね、一番高いという元気もございますので、その心も合わせてご評価いただいたんだなと、この新年早々のニュースでとても嬉しく思いました。私たちはそんな岩手のおもてなしの心、もちろん四季の美しさなども含めて、その盛岡の良さをぎゅっとよさこいに詰め込んでですね、今回ご披露いたします四季荘園というオリジナル曲を作りました。この曲はですね、曲の最中に幸せのエアーワンコそばを皆様にお振る舞いをしていきます。もうおもてなしの頃ですから、どんどんじゃんじゃんバリバリお披露していきますので、皆様ぜひともこうキャッチをしてですね、幸せをお腹いっぱい、心いっぱいキャッチをしていただきたいと思いますので、はいどんどん、はいじゃんじゃんというわんこそばの掛け声が聞こえたら、手でお椀を作ってください。こんな感じ、はい、そこにですね、私たちが踊りの中ではいどんどん、はいじゃんじゃんとめがけて、どんどん幸せのエアーわんこそばをお振る舞いしていきますので、はいどんどんが聞こえたらシャッキですよ。じゃあ一回練習してみましょう。お椀会場、はい、はい、どんどん、いいですね、もう一回いきましたよ、せーの、はい、どんどん、ありがとうございます。今日は折しも立春大吉、幸せいっぱいになっていただきたいと思います。皆様のご声援よろしくお願いします。よろしくお願いします。よさこいチーム赤霊第3章四季荘園ソイ。
はいどんどん、はいじゃんじゃん、はいどんどん、はいじゃんじゃん、はいどんどん、はいじゃんじゃん、ありがとうございます。